今ですね、皆さんに誰にも言ったことのない秘密を聞いてます、はい、野球やってたんですけど、メイングラウンドとサブグラウンドがあるんですよ、サブグラウンドの方でやりました。ダメなの？ダメ。高校球児の聖地であるグランドにおいてやりました。え、なんでやっちゃダメなの？別に良くない？何をしたの？そのサブグランド。やりました。そういうこと？え、そういうことだよ。ごめん、俺。普通に野球やったのかと思って。お前、純粋な子いた。無知の純粋出ちゃった。しっかりしてくれよ。しっかりしてくれよ。え、怖い怖い。